親愛なる旅人たちよ、君たちは今日も行くだろう。実りなき荒野を、暗闇の霊峰を、広く深い大海原を、同志と共にその歩みが旅の果てへとつながる確然たる一歩だと信じて、ふん、言ったか。さて、彼の旅にはどのよう、この先にあるのは近い未来、導かれし旅人たちの物語。その導きは権力の歪みが生んだ強靭化。いいのかな、こんな時にゆっくりご飯なんか食べてて。それは逆だ、アルド。こんな時だからこそきちんと食べておけ。急ぐ必要はあるだろうけど、焦りは禁物だからね。そっか、そうだよな、忙しくなる前に。食事中とはいえ、静かすぎないか。おっと、人に言っておきながら、内心私も焦っていたのかな。せっかくだし、何か楽しい話でもしようか。またいつもの長い講義をして、皆を困らせるんじゃない。俺は、みんなの話が聞いてみたいな。ここに来る前から3人とも一緒に旅をしてたんだろ。サイラスはどんな目的があって旅をしてるんだ。私はもともと王立学院に仕える学者でね、ただ訳あって今は15年前に盗まれたというとある本を探して旅をしているんだ。本？わざわざ探すということは、よほど大事なものらしいな。ああ、変国の書というものでね。中身はまだ私も知らないが、その謎をぜひ解き明かしてみたいんだ。好奇心か。お前らしいな。オルベリクは？王国騎士だって話は聞いたけど、なんで旅をしてるんだ。王国騎士だったのは過去の話だ。俺が仕えていた王は亡くなり、国もすでに滅んだ。その原因は我が友による反乱だった。行方知れずになっていたのだが、最近になってその手がかりを。復讐か。
からない。俺はどうするべきなのか。それを知るため、まずは奴の真偽を問いただす。それが俺の。きっとその友達にも何か訳があったんだと思うよ。そうじゃなきゃ人を殺すなんて。分かっているさ。ハイト君は人を探して旅をしているんだったね。私は師匠を探すために旅をしている。師匠も私と同じ狩人なんだ。もう1年も前だ。師匠は赤目という魔物を狩るため相棒の狼ハーゲンと旅立った。だが村に帰ってきたのはハーゲンだけだ。ハイトの師匠は魔物にやられたのか。師匠がヘマをするとは思えないが、ただごとではない何かが起きたのは確かだ。だから私は師匠を探すために。そっか、無事に見つ。みんないろんな目的を持って旅してるんだな。知ることができてよかったよ。まだお前の話を聞いていないぞ、アルド。だな。私たちにだけ話させておいて終わりというのはフェアじゃないな。無関係を装っているが、アルド君の話が終われば次は君の番だよ、シオン君。我が密命を漏らすことはできない。その導きは名声に踊らされる美しき幻想か。うまいな。ああ、幸せが口の中から広がって。そうでしょう、そうでしょう。ここのスイーツはエルシオンの中でもトップクラス。私のとっておきの場所、魂の渇きを癒すオアシスであり至高の桃源郷なのですわ。この世界を案内してもらえるのも興味深いけれど、こうやってシュゼットが好きなものを知れるのも親しくなれた気がして嬉しいものだね。うんうん。このお店に来るまでたくさん珍しいものを見たけど、このお菓子の美味しさが一番びっくりかも。闇のプリンセスとして当然のおもてなしです。そしてラビアンローズを愛する者として鼻が高いですわ。二人に喜んでもらえてよかったな。私たちのとっておきを教えてあげようか。ええ、ぜひ。私も、もっとお二人と仲良くなりたい。私はね、もちろん踊り。静かな恋の踊りでも、激しい戦いの踊りでも、どんな物語でも大好きだよ。
ティティはなんで踊り子になろうと思ったんだ？子供の頃にすごく綺麗な踊り子に会ってね。踊りも化粧も衣装も全部かっこよくて。その人みたいになりたくて踊り子になったんだ。夢を叶えたんですのね。素晴らしいですわ。ううん、まだまだ夢の途中だよ。私の世界には下を向いている人が多くてさ。綺麗な空に眩しい太陽、花だってたくさん咲いてるのにもったいないって思わない？だから私の踊りを見て、一人でも多くの人に上を向いてもらうのが私の夢なんだ。なるほど。果てなき夢を追い続ける素晴らしい向上心ですわ。私のとっておきは赤帽子の妖精か。会った時もその言葉を聞いたけど、一体何なんだ？知りたいのかい？仕方ないな。一から教えて。私の生まれた寒冷地フロストランドという地域の古い伝説でね、赤い服と帽子を着ている子供に祝福を与える妖精なんだ。あ、じゃあもしかしてニコラがそのか。そう、その妖精の伝説に敬意を表して着ているのさ。あと説明が楽だからね。もっと赤帽子について知りたくて、その伝説を追って旅をしているというわけさ。憧れの姿に自分がなっていく。二人は似た者同士なのかもしれないな。確かに通じるところはあるのかもしれないね。うん、だから気が合って一緒に旅をしているのかも。そうだ、とっておきといえばシュゼットの話に出てくる魔界って。魔界について知りたいのですのね。いくらでもお話しいたしますわ。あとこのエルジオンの案内が終わったら魔界にも連れて行ってよ。え？その今は魔界の門が開いてないというか。水臭いぞシュゼット、連れて行ってあげたらいいじゃないか。その導きは富を奪われし者たちの嘆きか。お疲れ様キャスティ、診察はもう終わったの？ええ、みんな容体は安定しているからひとまず大丈夫だと思うわ。今日もキャスティは働き通しで疲れただろ。ゆっくり休んでくれ。ありがとう。でも休むのは
明日使う薬草の数を確認して、それから そんなこと言ってたらいつまでも休めないでしょ。後で私がやっておくからね。患者のことを第一に考えられるのはキャスティの美徳ですが、あなたが倒れては元も子もありませんよ。休めるときはしっかり休んでください。大丈夫よ、心配しないで。見るべき患者がいるうちは倒れるつもりはないから。そう肩肘張ってもしょうがねえ。飯にしようぜ、魚も焼けてるしな。この島で獲れた魚の干物なんだってさ。薬の礼にもらったんだけど、なかなかいけ。聞きたくありません。おこごとはなしにして、もっと楽しい話をしましょうよ。だそうですよ、アルト君。俺がするのか。そうだな、せっかくだし旅の話はどうかな。いいわね、キャスティの旅の話は前に聞いたけど、二人のことはあまり聞けてなかったし。俺はまだキャスティの話は聞いてないぞ。そういえばアルド君はあの時いなかったわね。実は私、記憶喪失なの。覚えていることは自分の名前と薬師だったことくらい。だから自分が何者なのかを思い出すために、その手がかりを探して旅をしているの。記憶喪失か、大変だろうけど思い出せるといいな。テメヌスはどうかしら。あなた確か神官なのよね。ええ、ですから私の目的は神の名のもとに迷える子羊たちを導くこと。布教ってやつか。それで世界中を旅なんて。神官。おい、信じてるぞ。アルド君はもう少し人を疑うことを覚えた方がいいですよ。嘘なのか。仕方ないだろ、こんな時に嘘つかれるなんて思いもしなかったんだから。すみません、どうもあなたは知り合いに似ていてからかいやすいもので。私の旅の目的は聖火教会の教皇を殺した犯人を探すことです。重い話になりますから、この場ではあまり語らない方が良いでしょう。話なのに聞いちゃって。いえいえ、またあなたがたやすく信じてくれて嬉しい限りです。まさかまた嘘なのか。さて、よっしゃ、次は俺の番だな。
俺は世界中の貧しい奴らを救うために旅に出たんだ。世界中？ずいぶん大きな夢ね。俺の育った町は銀が採掘できて、一時期は活気があったんだけどよ。親父が地主に騙されて。その時思い知ったぜ。貧しいってのはこんなに辛いのかってな。町はなんとか取り戻したからもう大丈夫なんだが、世界には俺たちと同じように貧しい思いをしてる奴がいる。そいつらを救ってやりてえのさ。商売の力を使ってな。辛い思いをしてる人のためにか。いいな。アルト君も似たタイプよね。見ず知らずの私たちを助けてくれたり、なかなかできることじゃないわ。だな。次はお前が今までどんなことをしてきたのか聞かせてくれよ。俺か？別にそんな大したことはしてないけど。そうだな。始まったな。ああ。そして、ここで旅を。君たちを待つのは、富を奪われし者たちの嘆きか。権力の歪みが生んだ狂人か。名声に踊らされる美しき幻想。そして旅人は気づく。その歩みの無意味さ、根拠なき一歩の愚かさ。今日、君たちの旅が終わる。ああ。
もしかして。いや。大丈夫だ。わかった。問題ない。
もしかして。ああ。行こう。
そうだね。やあ。なんだ。どうだろう。実はね、そうか、実はさ、いいな。ところで、ああ。ああ。え？なるほど。問題ない。ワウ。はあ。いや。興味深いね。どうだろう。ああ。頼んだよ。ああ。うん。行こう。興味深いね。うん。
大丈夫か？ありがとう。どうだろう、大丈夫か？大丈夫だ。
興味深いね。そうか。すごいじゃないか。そうだ。行こう。なるほど。
なんだ？なんですって？ありがとう。いや。ごめん。どうだ？やあ。なぜ？時に、いいや、そうか、おう。実に興味深いね。わかった。
行こう。もしかして。なるほど。ところで、あ、まさか。承知した。大丈夫だ。
そうだな。実に強。実は。そうか。うん。そう。では、どうだ？どうだ？そっか。では。
そうか。うん。承知した。さあ。そうだな。まさか。いや。ああ。お願いだよ。はあ、わかった。うん。ああ。行こう。じゃあな。
そうだな。実は。わかった。おーい。わかった。大丈夫か？そうか。では。そうだな。そんな。
畜生。そうだな。大丈夫か？そうだな。まさか。そうだな。すごいじゃないか。いや、ふん、いや、大丈夫か？なあ、うん、やあ、ああ、実はね、そうだな。わかった。そうだな。
そうだな。実はね、さて、調べ物の時間だ。ごめん。実はね、いいな。なるほど。ごめん。では。実のところ。そうだね。どうだ。そうか。
ところで、うん、なるほど。そうだ。わかった。まさか。おい、え？ところで、なんだと？大丈夫かい？え？